米国の決断？モスクワ陥落のカウントダウン開始。ミサイル使用許可でロシアはどうなる？ウクライナ戦争が新たな局面を迎える中、アメリカのバイデン大統領が重大な決断を下す可能性があります。これはウクライナに対して供与されているアメリカ製長距離ミサイルの使用制限を解除するかどうかという重要な問題です。この決断が実行されれば、ウクライナ戦争の行方は大きく変わることが予想され、戦況はさらに激化し、ロシア本土への攻撃が現実味を帯びてきます。まずこの決断がなぜ重要であるかを考えてみましょう。これまで西側諸国はウクライナに提供される長距離ミサイルの使用をウクライナ国内に限定してきました。特にロシア本土やモスクワといった都市への攻撃を避けることで戦争のエスカレーションを防ぐという意図がありました。なぜならロシア本土に対する攻撃はさらなる戦闘の拡大を招き、最悪の場合は第三次世界大戦の引き金になる恐れがあるからです。しかしここに来てバイデン大統領は長距離ミサイルの使用制限を解除する方向で調整していることを示唆しています。これはウクライナがロシア領内、さらにはモスクワのような主要都市を攻撃する能力を得る可能性があることを意味します。もしこれが実現すれば、戦況は一気にウクライナ有利に傾くでしょう。では具体的にこの決断が戦争に与える影響はどのようなものでしょうか。まずウクライナがロシア本土の軍事施設や補給路を攻撃できるようになることで、ロシア軍の補給線や指揮統制システムに深刻なダメージを与えることが期待されます。特にロシア軍の前線を支える重要な拠点や物流が攻撃されれば、ロシア軍の戦闘能力は大幅に低下するでしょう。また、モスクワのような大都市が攻撃されれば、ロシア国民にとって戦争の現実が一層身近なものとなります。これまでロシア国内では戦争の影響を直接的に感じる機会は少なく、戦争が自分たちの生活に及ぼす影響が限定的でした。しかし、モスクワが攻撃され、政治的、経済的な中心地が破壊される事態が発生すれば、ロシア国民は大きな衝撃を受けるでしょう。重要なインフラが破壊され、エネルギー供給や通信が途絶えれば、国民の生活にも大きな影響が出ることは避けられません。さらに、長距離ミサイルによる攻撃では、たとえミサイルの精度が高くても、誤爆や巻き添えのリスクが常に伴います。特に人口密集地での攻撃では、民間人の犠牲が出る可能性が高く、これによりロシア国内での戦争に対する世論が一変するかもしれません。戦争の犠牲者が自分たちの身近な人々にも及ぶとなれば、これまで政府のプロパガンダに疑いを持たなかったロシア国民も、その信頼を揺るがされることになるでしょう。国際社会の視点でもこの決断は大きな意味を持ちます。ウクライナがロシア領内への攻撃を開始すれば、国際的な緊張は一層高まり、西側諸国からの支援もさらに強化される可能性があります。特にアメリカやヨーロッパ諸国は、ウクライナが効果的に反撃している姿を見れば、さらなる軍事的、経済的支援を行う動きが強まるでしょう。一方で、ロシア国内にはプーチン政権への批判が高まることも予想されます。ロシア国内ではこれまで、戦争はウクライナ領内の問題であり、自国が直接的な被害を受けることはないと信じられてきました。しかし、ロシア本土への攻撃が現実のものとなれば、その認識は大きく揺らぐことになるでしょう。特に都市部の若年層や知識層を中心に、反戦運動や政府への抗議が活発化し、プーチン政権に対する圧力が一層強まることが考えられます。また、ロシア経済への影響も深刻です。モスクワはロシアの経済活動の中心地であり、多くの大手企業や金融機関が集積しています。この都市が攻撃されれば、
ロシア経済全体に対する打撃は避けられず、株価の急落やルーブルの大幅な下落が引き起こされるでしょう。これにより国民生活のコストは急上昇し、物資の不足やエネルギー供給の不安定化が重なり、ロシア経済は急速に悪化することが予想されます。ロシア政府はこのような厳しい状況下で戦争を継続するか、それとも和平交渉に応じるかという難しい選択を迫られることになるでしょう。しかし、どちらの選択肢もプーチン政権にとっては痛手であり、戦争を続ければ国内の混乱がさらに深刻化し、和平交渉に応じれば敗北を認めることになるからです。総じてアメリカの長距離ミサイル使用制限解除という決断は、ウクライナ戦争の行方を大きく左右する可能性があります。ウクライナがロシア本土を攻撃することで、ロシア国内での反戦運動が活発化し、プーチン政権への圧力が高まる一方、国際社会からの支援もさらに強化されるでしょう。これにより、ウクライナ戦争は新たな段階に突入し、より広範な国際的影響をもたらすことが予想されます。日本、防衛装備品の追加供給をウクライナに発表。日本の中谷元防衛大臣は、ウクライナへの追加的な車両供給を約束しました。この発表は NHK が報じたもので、ウクライナのルステム・ウメロフ国防大臣との会談中に行われました。声明によると、日本の大臣はウクライナへの支援を継続する意向を示し、自衛隊の車両を追加供給する計画を明らかにしたとされています。また、中谷大臣は中国と北朝鮮がロシアとの軍事協力を強化していることを非難し、これが戦争を長引かせ、ウクライナ情勢の悪化を招いている要因だと指摘しました。今回供給される具体的な装備品の種類については明示されていませんが、これまでに日本はウクライナに約100台の車両、軍用トラックを含む装備を提供しています。日本のウクライナ支援について、日本は2022年のロシアによる侵攻開始以来、ウクライナに対して大規模な支援を提供しています。これには直接的な財政支援や国際機関を通じた支援が含まれています。東京はこれまでにウクライナに対して45億ドル以上の助成金や融資を提供しており、ウクライナの予算支援において世界で4番目に大きな寄付国となっています。さらに日本は世界銀行やアジア開発銀行といった国際機関への支援も行っています。2023年6月には、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領と日本の岸田文雄前首相が安全保障に関する保障協定に署名しました。ウクライナの核兵器に関する議論と NATO の代替案。ウクライナの大統領ボロディミル・ゼレンスキー氏は、ドナルド・トランプとの会話の中で、ウクライナが核兵器を持つか、あるいは何らかの同盟を持たなければならないと述べたと話しました。この発言の後、ウクライナが本格的に核兵器の開発を検討しているのではないかという噂がメディアで流れました。この議論がなぜ再燃したのか、またウクライナが核兵器を作る能力を持つのかについて、RBC ウクライナが報じています。トランプとの会話でゼレンスキーが語ったこと。今日、ブリュッセルで行われた記者会見で、ゼレンスキー大統領は、アメリカを訪問中にトランプ氏と行った会話の詳細を明らかにしました。ウクライナの大統領によると、彼はトランプ氏に対して、ウクライナの NATO 加盟の可能性について話し、ウクライナが核兵器を持つか何らかの同盟が必要だと述べたといいます。ウクライナが核兵器を持つことが我々の防衛となるか、NATO 以外には、今日有効な同盟は見当たりませんと彼は説明しています。
ゼレンスキー氏はこの発言の背景として、ウクライナがかつて核兵器を放棄したことに触れ、その見返りとして受け取ったはずの保証が最終的には機能しなかったことを挙げました。具体的には、ブダペスト覚書による保証が不十分だったと述べ、ウクライナ政府はそのような文書をもはや信頼していないとしています。そのため、NATO 加盟がロシアの侵略に対する唯一の信頼できる防御策と考えられています。ビルド氏が報じたウクライナの核兵器に関する情報。ゼレンスキー氏の発言後、ドイツのビルド氏は、ジャーナリスト兼アナリストであるジュリアン・ロプケ氏による情報を報じました。ロプケ氏は、ウクライナが核兵器開発を真剣に検討していると伝えています。ロプケ氏によれば、数ヶ月前に名前の明かされていないウクライナの高官が、キエフに対するさらなるロシアの攻撃を容認せず、必要であれば核兵器を復活させるしかないと述べたとのことです。その高官は、ウクライナには材料と知識があり、命令が下されれば数週間で最初の核爆弾を製造できると語っています。RBC ウクライナは、このビルド氏の報道について、ウクライナ大統領府にコメントを求めましたが、大統領府はその情報が事実ではないと否定しました。後に NATO 本部での記者会見中に、ゼレンスキー大統領自身もこの情報を否定し、我々が核兵器を準備しているという話は一度もしたことがないと強調しました。ウクライナは核兵器を作れるのか？なぜこの議論が出ているのか？地域安全保障の専門家であるオレクシー・イジャク氏、国立戦略研究所によると、ウクライナが望めば原子力発電所の使用済み燃料を利用して核兵器を製造することは可能です。ウクライナには核兵器を理論的にはどう作るかを常に知っている物理学者がいます。ですから、技術的には可能だと思います、と彼は述べています。しかし、イジャク氏によれば、この選択肢がウクライナ政府のプラン A として真剣に検討されることはないと考えられます。彼は核を持たないウクライナが NATO に加盟し、拡張された核抑止力の下に入ることがより良い選択肢であると指摘しています。